次歩モ森科は、翌種目に含まれるとが、次歩モ森族のみで本家を構成する。ニュージーランドニュージーランドに在来する、哺乳類3種のうち2種を占める。体長6から7センチメートル。尾長1.5センチメートル。体重7から35グラム。尾は飛膜の上面に突出する。次回や次樹は長い。舌は先端に突起があり、いくらか伸ばすことができる。 前腕長3.6から4.9センチメートル。全肢の第一肢と後足の後の爪が定常。これにより走ったり穴を掘るのに適していると考えられている。皮膜は分厚く、地表で活動する際や穴掘りの際には畳み込んだり、巻き上げることができる。以下の分類及び英名は、ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、和名和に従うものとする。 100から150匹の群れを形成するが、500匹に達する群れを形成することもある。洞窟や岩の割れ目、鳥類が掘った古巣、旧木に自ら掘った巣穴をねぐらにする。植生は雑食で、主に果実、水、花粉を食べるが、昆虫、節足動物なども食べる。植物質は低速で飛翔しながら、動物質は落ち葉の中を走り回りながら探す。 次歩行森は人為的に移入されたネズミなどによる捕食、農薬による影響、人間によるネグラの格乱などにより生息数が減少している。大次歩行森は1967年以降は目撃例がなく絶滅したと考えられているが、スチュワート島周辺の当初で未確認のコウモリ類の発見例があり生存している可能性もある。ありがとうございます。